どうも、アリスキテラです。今回もセインツウアレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。で、今回は、えー、先ほどアップデート終わりまして、えー、新しく追加される新投資の方が図鑑に、えー、掲載されていたんで確認していきたいと思います。えー、そのキャラクターがこちらですね。うん。一応カエルみたいなんですけど、もうなんか G みたいですよね。うん。<laughs> ちょっと黒光りしてるんで、スペクターで。<laughs> ちょっともう見た目でちょっとあれですね、えー、 ちょっと、なんでしょうね、えー。震えますね。<laughs> えー、というわけで、えー、確認していきたいと思います。地規制フログのゼーロスということですね、うん。で、土属性の防御投資というところに、ところなんですけど、えー、土属性の防御投資でいうと、アルデバランとかアルゴルがいると思うんですけど、あと、まあ、タンク役として使えるのが土属性の攻撃とシリウス、えー、といったキャラがいると思うんですけど、まあ、それらのキャラとは全、ま、く 全、えー、違う性能を持ったキャラということになってますねじゃあ性能の方、えー、確認していきたいと思いますでまず、えー、発動スキルですね優越感の方、えー、ゼ,ーロスが敵ゼーロスは敵が危機に陥ったと見ると優越感に浸る敵一体が HP35% 未満になるごとにゼーロスが受ける全てのダメージが15%ダウンするこの効果は重ね書きができ解除できない で、レベル3になると HP が35%未満の敵1体ごとにゼロスが受ける全てのダメージが25%ダウンする。というものになってます。で、まず敵1体が HP35% 未満になるごとにということで、えー、どん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 この、えー、効果が重ねが計できるというところで、これ最大重複がいくつとか書かれてないんで、どん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 この火ダメが、 え、落とせるようになるというところで、これかなり強いですね。うん。で、しかもこれ解除できないということで、バフ解除されないんですよね。なんで、まあ、敵の HP を35%未満に落とせなければ、全く意味ないんですけど。<laughs> 敵の HP を35%未満に落とせれば、えー、どん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 硬くなっていくという感じになりますね。うん。これは強いですね。で、まあ、ちょっと思ったのが、まあ、将来的に、まあ、今後、いずれ、 来るであろうゴッドクロス1期とかを使った、えー、ゾンビパーティー,、えー。そのゾンビパーティーに関しては、あの、やられても、えー、ゴッドクロス1期の方が味方が生きていればやられても何度でも復活して、えー、敵を倒していくという感じの編成になると思うんですけど、ゴッドクロス1期とかだと、まあ、当然復活することを考えてるんで、まあ、HP35% 未満にどん何回もなると思うんですよね。 そうすると、どん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 この火ダメが落とせるようになっていくというところで、まあ、ゾンビパーティーに対してなかなか有効なタンク役になるのかなという感じがしますね。うん。まあちょっと使ってみないとわかんないんですけど。えそしたら二つ目のスキル。ネバネバの体。ゼーロスの全身は粘液に覆われている。スキルダメージを受けるごとに敵とゼーロスを粘液で覆い、一層ごとにゼーロスが受ける全てのダメージが6%ダウンし、 敵が与えるすべてのダメージを6%ダウンさせる。最大で6層まで重ね掛けができる。この効果はゼーロスへのバフ効果扱いとなり解除できる。で、レベル3になるとスキルのダメージ減少効果10%にアップする。というものになってます。で、大きく2つ書かれてますね。まず、受けるダメージ。受けるすべてのダメージがダウンさせる。さらに、敵が与えるダメージもダウンさせると。 いうところで、で、レベル3の効果、これスキルのダメージ減少効果が10%にアップするというふうに書かれてるんですけど、これおそらく両方ともあれですよね、えー、受けるダメージも、えー、6%ダウン、減少させる。で、敵が与えすべてのダメージも6%減少させると、ダウンさせるということになってるんで、えー、ダメージ減少効果10%っていうのは、これ両方とも、 えー、適用されるという認識でいいんですかね。うん。両方ともダウンって書かれてるんで、えー、なんで、まあ、それが、えー、その通りであれば、えーまあ、受けるダメージが10%ダウン。で、あった、敵が与えるダメージも10%ダウンというところで、で、これが最大で6層まで重ね書きができるんで、えー、受けるダメージが60%ダウン。で、敵が与えるダメージも60%ダウンさせるということになりますね。うん。 ま、もしかしたら敵が与える全てのダメージの方は、この10%が適用されてなければ36%という感じにはなるんですけど、ま、スキルダメージ減少効果10%にアップって書かれてるんで、で、両方ともこれダウンって書いてあるんで、ダメージ減少効果になると思うんですよね。なので両方とも10%なのかなと私は思ってるんですけど、ま、両方とも10%であれば、 えー、まあ、受けるダメージが60%減少。で、与えるダメージも60%ダウンということで、なかなか強力な、えー、スキル内容になってますね。うん、火ダメを大幅に落とせますね。受けるダメージとあー、敵が与えるダメージを落とせるという感じになってますね。で、普通に考えると、この受けるダメージの方は、えー、バフ効果になりますよね。 受けるダメージ減少はバフ効果。で、敵が与えるダメージをダウンさせる効果っていうのは、普通に考えるとこれデバフ効果ですね。敵の、えー、与えるダメージ減少はデバフ効果になるとは思うんですけど、えー、最後にこの効果はゼーロスへのバフ効果扱いとなり解除できるというふうに書かれてるんで、おそらくこの敵が与える全てのダメージ、 の減少効果ですね。これはデバフじゃなくて、やっぱバフ、バフ効果扱いになるのかなという気がしてますね。なんで、えー、バフ解除されちゃうと両方とも、えー、なのかなと思ってます。もし、この敵が与える全てのダメージが、まあ普通に考えたデバフの、えー、状態以上であれば、えー、デバフ解除はなかなか、えー、できるキャラがそんなに多くないんで、 まあ、アイオロスとかだったら自分自身でデバフ解除できますけど、まあ、なかなか優秀なデバフ解除をするキャラっていうのはそんなに多くないんで、なかなかこちらはデバフ解除できなくなるかなと思いますけど、ただこれ、まあ、この効果はゼロスへのバフ効果扱いとなりって書いてあるんで、おそらく両方ともバフ解除されるという気がしますね。うん、ただ、えー、これスキルダメージを受けるごとにという結構緩い え、条件で発動するんで、えー、結構この効果は、えーま、バフ解除されるまでは、えー、継続もするんで、えー、なかなか優秀な、えー、効果になってると思いますね。火ダメを大幅に落とせる優秀な、えー、効果になってると思います。これは結構優秀だと思いますね、このスキルは。うん。えー、そしたら3つ目のスキル、毒液噴射。で、こちらサイクルスキルになってますね。 ゼーロスは最も攻撃力が高い敵1体に毒液を吐き出して攻撃力200%のダメージを与え6秒間攻撃速度を40%をダウンさせる。で、えー、レベル3になると、えー、攻撃速度を60%をダウンさせる。で、レベル4で、えー、攻撃速度減速の効果時間が8秒間に延長されるということになってます。で、こちらのスキルのクールタイムの方なんですけど7.5秒ということで、まあ、7.5秒おきに 8秒間の攻撃速度減速効果というところで、まあ、ほぼ常時ですよね。常時、えー、最も攻撃力が高い敵一体に対して、えー、攻撃速度を60%落とせるというスキルになってますね。まあ、なかなか優秀な効果になってますね。まあ、後ほどのクロスとかで、またこの効果変わってくるんで、あれなんですけど、かなり優秀な えー、サイクルスキルになってます。えー、そしたら最後、奥義の方。えー、ジャンピングスマッシュ。敵陣の後列にジャンプして、後列の敵に攻撃力200%のダメージを与え、えー、3秒間ですね、レベル2の効果で3秒間ノックダウンさせる。えー、で、敵一体をノックダウンさせるごとに、えー、6秒間ゼロスの最大 HP、えー、レベル3の方で25%のシールドを獲得するということになってますね。 で、高烈の敵に対して、まあ、3秒間のノックダウンというところで、まあ、あえー、うこと同じような感じですかね。銅子、まあ、あとはアルデバランとかもまあ、ノックダウン与えるんで、まああ、アルデバランとか銅子みたいな感じと、えー、いう感じですよね、ノックダウンに関しては。で、ただ、さらにプラスして、えー、 1> 敵1体をノックダウンさせるごとに、25%の、最大 HP25% のシールドを獲得するというところで、ここがまた優秀ですよね。で、まあ、敵が後列なんですけど、後列の敵が3体いたら、3体にノックダウンが入って、最大 HP75% ですよね、のシールドを獲得できるということになり、なるんで、なかなかこのシールド値大きいですよね。うん。 なので、ノックダウンとシールドを貼れるという感じですね。後列の敵が、まあ、たくさん生存していればシールド値がでかくなるといった感じですかね。えー、そしたら、クロスの方、確認していきたいと思います。で、まずクロス解放とレベル10の効果なんですけど、毒液噴射は対象のコスモの獲得速度を60%ダウンさせる、えー。毒液噴射は攻撃力が高い順に敵2体を同時に攻撃するということになってます。で、この毒液噴射の方が先ほどのサイクルスキルで、 えー、攻撃力が最も高い敵1体に対して攻撃速度を60%ダウンさせるという効果だけだったんですけど、まず対象が、えー、敵2体に増えますね。えー、そして、えー、コスモの獲得速度60%ダウンの効果もつくというところで、これは結構優秀ですね。うん、攻撃力が高い敵2体に対して、 え、攻撃速度60%減少。さらにコスモ獲得速度60%を減少させるというところで、えー、敵はまあ、王が当然撃ちづらくなる。で、通常攻撃の間隔も伸びるということで、えー、まあ敵の、まあやっぱりアタッカーの、え、火力を落とすことができるというところで、これは結構強い気がしますね。うん。レベル10までは最低でも、えー、すぐにでも解放したいといった感じですね。 えー、そしたらレベル20の方、ネバネバの体がマックスレベルに達すると、えー、前列の味方にネバネバの体の50%分の効果が適用されるというところで、で先ほどのこのネバネバの体ですね、えー、が、えー、まず、えー、スキルのダメージですね、受けるダメージ減少効果が、まあ、最大重複で60%までアップするというところなんですけど、味方にも、えー、前列の え、味方ですね。まあ、自分自身がタンク役なんで、もう1体のタンク役に対して、この効果を与えるということなんですけど、50%分の効果が適用されるというところで、えー、ま、最大重複まで行けば、ダメージ減少効果が60%だったのが、まあ30、30%ですね。まで減少効果がつくという感じになりますね。えー、そして敵が与えるすべてのダメージ、 が30最大直で36%だったのが18%までダウンさせるようにできるとでクロス最大の効果ネバネバの体がマックスレベルに達すると味方全体にネバネバの体の50%分の効果が適用されるこれは優秀ですねうん やっぱりちょっと前列の味方だけだと、そこまで効果があれなんですけど、まあ味方全体にこの効果が適用されれば、だいぶやっぱ火ダメ落とせるんで、これは強いと思いますね。なんでまあバフ解除されなければ、味方全体が火ダメを30%落とせると。で、敵から受受けるダメージも18%減少できるというところで、 なかなかこれは優秀なんじゃないかなと。味方全体が硬くなるという感じになりますね。うん。というわけで、まあ、クロス強化最大まで行けば、まあ、味方全体の耐久力を上げることができるといった感じですかね。えー、そしたら最後、星座の方なんですけど、えー、静粛レベル1で解放。優越感が敵の HP 比率が50%未満になると発動するようになる。えー、この効果は優秀ですね。うん。 ま優越感が発動する条件が、HP 比率が35%未満,です未満ですね。敵の HP が35%未満になれば、えー、なるたびに、えー、ゼーロスの、えー、火ダメが25%落とせるというところなんですけど、やっぱり35%、敵の HP は35%なのか50、50%未満なのかって大きな違いがあると思うんで、まぁ、あ、50%未満だったら敵の HP 半分落とせば、 え、ゼロスが硬くなっていくというところで、これは強いですね。正式レベル1は。うん。35%まで削れればいいんですけど、削れなかったら、まあ、下手すらその前にやられちゃう可能性もあるんで、50%の方がだいぶ緩いんで、えー、そうすれば、まあ、ゼロスが硬くできるという感じになるんで、タンク役としての性能が上がっていくという気がしますね。正式レベル1は結構欲しいのかなという気がしますね。 えー、そして、静粛レベル2で解放、優越感の効果を前列の味方1体にも与えるということで、まあ、自分自身がまあタンク役と防,防御闘志のタンク役というところで、まあ、前列の味方1体なんで、当然もう1体のタンク役とに対して、えー、同じ効果、優越感を与えると、で50%、H、敵の HP が50%未満になるたびに、 えー、火ダメが25%落とせる効果がつくんで、まあ、味方一体のタンク役も、えー、高いえー、耐久性能を得ることができるようになるというところで、こちらも優秀ですね。えー、というわけで、ゼーロスの方。なかなか優秀な、えー、タンク役という気はしますね。うん、それなりに必要な性能は持っているかなという気がします。 まあ、あとはあれですかね。この、やっぱ優越感が発動するためには、敵の HP を35%未満。まあ、静粛まで解放すれば50%未満にする必要があるんで、えー、まあ、できるだけ早く <laughs> 敵の HP ですね。35%未満に落としたいという感じはしますね。そうすると、まあ、やっぱ耐久力上がるのかなという気がしますね。ただ、まあ、普通にスキルのダメージを受ける っていう、まあ、結構緩い条件ですよね。スキルダメージを受けるだけで、えぇ、ー、火だめ落とせるようになるというところで、まあ、なかなか硬いタンク役にはなるのかなという気がしますね。まあ、ワンパンされちゃうぐらいの敵の強さだと、まあ、使えないとは思うんですけど、うん。うん、なかなかそこそこ使えそうな感じはしますね。あとはやっぱ見た目ですね。<laughs> また見た目がちょっと <laughs>。 もう G ですよね。G にしか見えねえんだよな、これ。カエルというよりも、この黒光りしてるんで、うん。これちょっと <laughs>、G ロスじゃねえのか。うん。まあいいや。というわけで、まあ <laughs>、縦ガチャなんで、おそらく、うん。あ、まだこれちょっと動画上がる頃はもうあれガチャ始まってるかもしれないんですけど、え縦ガチャだったはずなんでえ、縦ガチャはまあ問題なく普通に回していこうかなと思います。うん。え、というわけで、 えそうですね、今後あれですよね、ゴッドクロスアテナ、何でしたっけ聖なる大メでしたっけ大メから救出えするイベントみたいなやつ始まるんで、ゴッドクロスアテナあたり来そうな気がするんですけど <laughs>、まあそれも踏まえて、まあちょっとゼロス縦ガチャで、まあ全く、え、ー 必要ない方はメモリー、星のメモリー温存しておくっていうのもいいのかなと思うんで、その辺は、えー、個人で考えてやってもらうといいと思います。えー、というわけで、えー、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。